と伊藤さんにマイク渡したいと思います。お願いいたします。はい、皆さんどうもおはようございます。おはようございます。なんとかね、今日も天気はね、はい、持ちこたえましたね。赤い顔しような。すいません、もうちょっと飲みすぎた。俺も朝からようけ飲んだ、ね。今日はね、ビールが売れる日ということでね、暑いんでね。暑くなるそうですね。よけ飲んでくださいね。たくさん水分、水分だけ本当に取ってくださいよ。ほんとだ、腹たぽたぽや。朝から、昨日11時ぐらいまでこれ飲んでて、ね、うん、で朝起きたら、うん、なんと9時やね。えらいこっちゃと思ってたけど、慌てた慌てた。頭もボッサボサやし、ね、今男前になっとるよ。もっと言うて、もっと俺を取ったらよ、本当に。もっと俺を取ったら、何腹がええの。あ、はいはい、はい、始めましょう。はいね、まあ、はい、ね、はい、さあ、6月、はい、もう上半期やね。上半期、上半期最後。髪の毛の話はするな。じゃ上半期、上半期、髪の毛じゃないっていうの。上半期、上半期、上半期最後の歌謡祭。髪が半分って聞こえたわ。ね、今年ももう半分まで来ましたよ。ね、ね、すいません、ちょっと中途半端ですけど、はい、よりこさん登場されました。橋本さん、うん、塚本さん、表に来てて座る場所がわからないということで、はい、誘導よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、遅刻です。遅刻です。大丈夫ですか。座る場所あります。ありますね。はい、はい、はい。どこまで行って、どこまで行って、いやいやいや、だけどね、だから本当にね、今年の夏はさ、はいはい、暑くなるってね、うん、言うてますからね、うん、天気の、うん、ね、予報、ね、天気予報士がね、はいはいはい、だから太平洋高気圧、うん、チベット高気圧、よしとな、重なると40度もありえるとおいうことを言うてますからね、皆さん、その辺はね、くれぐれも注意して天気予報士みたいな。いや、言ってたから一応それは言ってたのね。言ってたの。いやいや、でもさ、受け入れ、この前の出たインド、インド。あ、インドね。40度？ 44点いくつかな。ね、うん、そんなさ、普通に人間の体温で36度だよ。36度ね、高い人でも。あなたよ、50度ぐらいあるやつ。あらやわ。ほら、や、猿か。猿でも猿以上かな。いつも真っ赤っかなんでね。そんなね、そんな気温の中で人間が行けるわけだよな。じゃあそういう涼しいところに降りる人はええよ、ね、インドの人でもね。もだけど、うん、普通のさ、一般市民なんかさ、無理よね。無理やに。あれはちょっと聞いてびっくりしましたけど、熱中症にはね、皆さん気をつけてね、ダイエットもしてくださいね。あれどこ行った？どこ行った？ダイエットしてくださいね。ダイエットしてください。後ろ、一番後ろの人。自分で分かってましたわ。ね、はい、そういうのもね、熱中症対策になりますんでね、ね、ということで、だから実はね、はい、何分くれるの？1分半かな。1分半もくれる？うん、よし、分かった。よし、分かった。1分半、はい、1分半いただきましたんでね、僕のちょっとね、前代未聞の出来事、出来事、出来事ね、はい、ありましてね、うん、実は、うん、人生初、うん、高得点をいただきました。高得点、はい、何で？いや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 、もうそんな成績やんか。テスト、テスト取っ、100点取ったことある？ないの。ないの？テストはない。ああ、そう、やっぱり女性に対しては100点を取ったことあるで。もうええわ。もうええわ。もうええわね。もうあなた、それがもう取り柄やもん ね。いや、本当ね、人生初ね、100点以上をいただいたというね、言葉ありまして、これ拍手来ましたよ。はいはい、実はですね、はい、アルバさん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 ね、はい、庄司さん、庄司さん、はい、僕と、うん、3人で、ね、うん、ツアーに行きました。ツアーに行ってきました、はい、こっちのこっちのツアーちゃんの、そうこっちのツアーやったらね、うん、喋りませんから、内緒にしときますね。でね、アルバさんと庄司さん、ちょっとお誘いいただきまして、3人でゴルフに行ってきましたね。楽しかったですね。ありがとうございました、ね、そこでですね、アルバさんが本当にアルバさんなのかということ
僕は確認したかったんですね。うん、ね、もう二方ね、うん、やばい、上手、素晴らしい、素晴らしい、うん、歌も素晴らしいですけど、うん、ね、やっぱゴルフのセンスっていうかね、あ、ね、びっくりしました。僕ね、2年ぶりにクラブ握ったんですよ。で、まあ、120戦わんかったらええかなと思っていったら、結果は124やったんですけど、うん、二方ね、ちゃんと100切ってね、うん、で、アルバさんがアルバを取ったコースも行ってきました。お、ね、はいはい、ここで取ったんやとかつってね、うん、教えてもらって、そう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 、はいはい、こんなとこでアルバを取れるみたいなね、もうね、ほんと感動しかなかったですね。素晴らしいと思って、あんまり褒めるとね、調子に乗るんでね、このぐらいにしときますけど、ね、庄司さんもね、バレーをいつも紳士でね、うん、ゴルフ場でも一緒やった。そうそうなの。あ、変わらず、変わらず。あ、いや、実は変わってほしかったよな、うおーって言うだけで。うおー、それもちょっと入れたんですけど、いやいやいやみたいなね。もう本当アルバさんは素晴らしかったですね。拍手拍手、皆さん拍手、はいはいはい、ね、あれな、だけどさ、自分でさ、うん、どうせパンって言ってからさ、うん、パーって言うてなかった。いや、それがね、うん、あんまし面白くなかった。あんまり面白くない。まあ、飲みながらね、バイバキアイアイやりながら行ったんですけどね。うん、またね、2回があればね、2回があればまたね、2回もね、行こうかなっていうね。僕はもう やらないんで、うん。いいですよ、やらなくても。やかましやらないんで。来るとやかましそうなんで。やかましそうな。ね、あなたはボートとか、シローさんと一緒にやっとってください。通教店の方でね。はい、かしこまりました。そういうことで、そんなことで言ってござりました。はい。ね、で、今回ですね、43名の方にご参加いただきました。はい、いつもありがとうございます。初参加の方もいるのかな？初参加の方。はい。なんでやねん、その辺の。初参加の方は一番後ろの若い彼女と、若い、こちらの吉本新喜劇の、愛ちゃんね、愛ちゃん、ブー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 、ほら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 、じゃあ、俺は愛ちゃんの真似をしたわけで、何も彼女の真似をしたわけじゃないね。あ、そうですか。おい、そんなこと言ったら余計に俺おかしなんだよ。おかしなこと、はい、はい、スーさん出てないんですけど、はい、自分でお作りになったカバンが皆さんにプレゼントしたということで、抽選で、抽選で長いこといられないので、今日だけ顔出してもらったので、はい、はい、わかりました。じゃあこれは最後の抽選会の時に、抽選会でやらせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ前に置いてきます。飛び入り参加でスーさん何も喋ってませんの。さっさと帰ってくれ。そんな感じでした。そんな感じでどこまで行ってんだっけ。はい、で一部はですね、うん、で43名の方のご参加ですね。そうね、あれブー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 方もメールでね、うん、初参加の方は、はい、ね、一番角の後ろの方ね、よしこちゃんの、はい、お知り合いの方で、若い今回初参加でね、二十歳なんですよ。お、一番若い。二十歳ですよ。え、俺より若いやん。え、お前倍以上あるやん。孫かな。孫はいいからな。はい、で、はい、初参加ですからね。はい、そうですね。うん、僕の娘です。娘ですよ。娘。あ、違う。ということでね、はい、進めていきたいと思います。どう見ても違うよ。はい。それとあと注意事項ですね。いつものように、はい、人の箇所中ですね、はい。お静かによろしくお願いします。死後の方だけ慎んでください。よろしくお願いします。はい、応援はですね、どんどんしてあげてくださいよ。よろしくお願いします。はい。それと、換気の方はもういつものようにドア開けてますので、もうフルオープンで行ってますので、よろしくお願いします。暑い寒いがあったら言ってくださいね。温度調節はやりますね。それなりにやりますので、ね、ちょっとこういう方もメールし、はい、ね、暑いっていう方が多いんでね、はい、結局今どうですか。ちょうどいいぐらいですか。ちょうどいいぐらい。暑い、大丈夫ですか。俺も皆さん大丈夫ですか。
飲んどるからや。これ顔が赤いだけやもん、何も熱ない。いや、あなた温度50度ぐらい走るで今。そう。ええの、分かった。あ、そう。もう分かったから。ね。はい。それと、あの、マイクの方ですね。歌い終わった後は、また、こちらのね、一応シートの方でね、拭いてください。よろしくお願いします。はい。それと、あとは、ここの通路ですね。ここの通路は、あの、後ろのモニターを見て歌われる方がほとんどですので、うん、あの、こちらの通路で立ち止まったり、会話などは、あの、よろし、あの、しないでください。よろしくお願いします。トイレ行くときね、あの、後ろから。後ろから回って、お手洗いの方は、そちらと2階がありますので、うん、後ろから回って、後ろから出ていただいて、遠回りになりますけど、はい、そちらの方で行っていただきたいと思います。それとですね、はい、2階は OK なんですが、1階なんですが、実はですね、そちらの1階のトイレなんですが、鍵の方がですね、ちょっとね、かかるんですけど、緩んだりする時があるので、これを横にかけてありますので、これを入られる時は、おい、どこ持ってんの？いや、僕はのとおりさん、そう、むっちゃ綺麗やけど、入られてない時は、岡みどりさんが待ってます。入られた時は、これかけときますので、使用中に裏返してください。裏返してください、プッと。あの、鍵はかかるんですけど、うわもう漏れそうになって何回もこうやって入られてるのにこう開けようとすると鍵が緩んでガチャって開いたりする時あるので、そう見られる。男性の場合はこれやからいいですけど、女性の場合は目が合いますからちょっと困りますので、あのそこにかけておきますので、お手洗いの横にで入ってない時は岡みどりさんが待ってます。入られるときは使用中になってますので、そこだけ。入るときはね、こうひっくり返すかもわかりませんけど、出た後、うん、ちゃんとね、出た後のが大事なんで。そう、出た後、岡みどりさんに変えといてくださいね。使用中のままでは。じゃあ、岡みどりさん、これ、ものすごい宣伝されてる。だから、あんたはもう、どんな女の人でもええやん。いやいや、そんなことないよ。岡みどりが好き。そうか。前から言うとったそうか。初めて。そういうことですのでよろしくお願いします。2階はあの普通で結構ですので、はい、1階だけですのでよろしくお願いします。ちょっと横取りあのかけてきますので、横取りかけてかけかけてありますので、はい、入られるときは、うん、これをこういう感じで裏返してもらえればいいです。で鍵もかけてもらえばいいですので、はい、これ裏返したらかかるんでね、うん、だから鍵を、うん、これを裏返したから来て鍵をかけなく入るのはやめてください。そんなことです。別に見られてもええよっていう、はい、じゃあそれではこれかけておいてください、はい、お願いします。これあんまり強く引っ張ると溶けてしまう場合があるんよね、はい、かからんようになっちゃうんで、使用中の方だけ必ずお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは始めていきましょうに。そうです ね早速いきましょうか。、はい、今日はオープニングのオープニングねあるのかなと思えば何もなかったので、お前喋れって言われたんで余計喋った、はいね、今日はいつもより長く喋っております。1分半やってる、多分2分半ぐらいで許してくれる。大丈夫大丈夫、うん、今日はオープニングがないので、で早速ね、はい、もうトップバッターの人に今からご準備いただいて、そうですね、はい、ツーコーラスの方から進めていきたいと思いますので、それでは皆さんよろしくお願いします。